続きまして、今シーズンで現役生活を引退いたします、内川誠一選手、坂口智隆選手、嶋基宏選手の引退セレモニーを行います。それでは内川選手、坂口選手、嶋選手の足跡を振り返る映像をご覧いただきます。この秋、リーグ連覇を支えてくれた偉大な選手たちは決断を下しました。現役生活を引退することを、決断しました。引退を決断しました。現役引退することを決断させていただきました。球団創設3年目のチームが彼の職場でした。キャッチャーとして野村アイビー野球を徹底的に学び、野球選手として成長を続ける中、ちょうどプロ5年目のシーズンを迎える時でした。大きな悲しみに襲われる中、あの言葉にどれだけ勇気をもらったことでしょう。見せましょう野球の底力を。
しい。続きまして、志賀選手にご家族から花束が贈呈されます。
それでは内川選手、坂口選手、島選手から応援してくださったファンの皆様にご挨拶をさせていただきます。